はい、今日は8月5日の土曜日、エミューのお世話です。はい、はい、あ、来てる、おはよう。暑いね、今日もね。日陰にいて偉いね。偉いね、水をぶっかけてあげるよ。あ、はい、任せとけ、水をぶっかけてやるからさ。ちょっと待って、これお湯だから死んじゃう。あ、セミが。セミ？お亡くなりになってるね。アブダゼミだ。モニターに見分け方を教えてもらう。足を閉じている。いや、もうアギタカっていうか死んでるし。ああ、そうか。さすがにこれで死んじゃうわ。じゃあ、間抜け。いいかな、ちょっと動かして。社長が言ってた。ごめん、アリさん。え？セミもアギに食われたら、ね、いいよな、みたいな。うん、暑いね、今日はね。今日も暑いね、変わらず。本当に。ご飯食べてるかい？どんどんどん。ドンキー。ドンキー通って。あ、涼しいな、ここ。はい。ここ涼しいな。そうだね。いいね、風が抜けるし。うん、もう、ちょうど遮られた。よいしょ。どうですか、熱湯は収まりましたか？まだまだ温水来るか。まだ暖かいですね。温水に、虫が慌ててる。ん、うん、よいしょ。めっちゃ水まってるね。はい、ごめんね。あ、イジ君。こいつらの目はオレンジ色だから中高生とかあるんですか？夕方の人ですね、この人。そうだね。夕方になって涼しくなって生きていく人たちの。でもダチョウさ、夜寝るじゃん、うん、でも黒目が違うんですよ。不思議だ。あれはフクロウとかミミズクだけなんじゃないかな。猛禽のルール的な。なんならダチョウ鳥目だから夜見えてないはずだよ。あ、暑いね。お前はオスなんだろ。そのうち面白い検査して判明させようかな。これででも逆にメスだったら面白いけどね。したらよくわかんない。うん。逆にあっちがオスだったら面白い。いやさすがにそれはね。どんどん鳴くオス珍しい。確かに庭分やりたいよね。いやでもどうなんだろう。まあ一番やりたいのは、うん、イジちゃん。うんうん、イジ君。まだわかんない。だって水揚げさせる？うん。どうやってたの？横じゃなくてジェット。はい、餌にかかんないようにご注意。ほら寄ってきて、かわいいね。本当だ。イエーイイエーイ。ほら本当だ。私も私もって感じで、行くぞ。わあ、涼しいよ。あ、ごめん、そっから渡れない。あ、すごい。すごい。あ、すごい喜んでない。喜んでるね。犬。かわいい。もうゴールデンレトリバー。うん。ダンスダンス。お、いった。私にもこういう感じかしら。あ、どうだ、戻るかな。喜びの舞。かわいい。このまま持っててもらっていい？はい、ちょうだい。
いや、涼しいね。いいね。ね、いつも雨降ってればいいね。ブルン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 。楽しそう。そろそろいいかな。うん。はい。楽しかったでしょ。よかったね。ね。ね、楽しそうだね。求愛するときもこんな感じのダンスするのか。あ、そうそうそう。もっと飛んだり跳ねたり。ね、ダチョウと違ってエミューの毛は水はけが良さそう。ああ、上のやつが大砲みたいな感じでさ、そうそう、そのまんまつーって落ちてきそうな感じ。ゴールデンレトリバーみたいにブラン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 。あれ可愛いよね。ダチョウやらないからなんかすごい新鮮。よかったね。はい、お疲れ様。はい、ということでエミューの餌やり水やり水浴びせでした。皆さんもね、水浴びて涼しくお過ごしください。そう、そうですね。じゃあね。じゃあね。